おはようございます。関西は雨は止んでいます。はい、まあ、梅雨これから末期に向けて、豪雨の被害がよく起きる季節であります。お気をつけくださいませ。今日はこの後鶴瓶さんの主演のドキュメンタリー映画バケモンの予約を取りました。60歳になりましたんでシニア料金で見に行けるというので1200円。いいですね。しばらく映画に行っていなかったもので1200円で映画が見られるんだやと思って、まあ、バケモンという作品映画館を支援するという意味でもありますし、鶴瓶さんというね、まあそうですね、芸能人としても素晴らしいんですけども、前にお話したかもしれませんが、私が38歳で独立するときに、皆さんに往復はがきでご挨拶を出しました。普通とはちょっと違うと思うんですが、どうぞ新しい門出にあたって、メッセージを寄せてくださいと、激励してくださいっていう、まあ実に勝手なお願いをしたところ、松竹芸能に送った笑福亭鶴瓶さんへのハガキ、往復ハガキ、そんなご自宅なんて当然知りませんから、そしたら鶴瓶さんが、まあ独立したらいろんなことがありやろうから、何かあったら言ってきてくださいねっていうようなこと、まあそのヤンタンで多少知り合ったぐらいのところで、私の顔と名前が一致されているかどうかもわからないんですけれど、そんな風に書いてきてくださる鶴瓶さん、まあ、川島英吾さんが歌をプレゼントしてくださったりというのも合わせて本当に感謝してもしきれない方の、映画ですから、楽しみに見に行ってきます。さて、出口戦略と今日はタイトルを打ちました。もちろんコロナにおいての出口戦略っていうことなんですけれど、まあ、そもそも出口戦略、エグジットストラテジーっていうのは、ベトナム戦争の時にアメリカの国防総省が使ったって言われているんですが、劣勢になった戦争でいかに被害を少なくして撤退あるいは戦争を終わらしていくのかということを、まさに戦略的に考えていくということですね。戦略と戦術の違いは以前もお話ししましたが、大きな基本的なところ、目に見えないものが戦略で、まあ、それをしていく上での個別のこのような手を打つとかっていうことが戦術であるというふうに言われています。で、日本の場合、まあ、自国を卑下するっていう傾向は、報道的なセンスでいくとどうしても、まあ、そういうふうになってしまうところは各国はあると思います。で、予想は素晴らしいというところを持ってきて、自国を下げすむのかっていう声はあろうかと思いますけれど、しかし、まあ溢れる情報の中でやはり自国の情報が多くて、日本が戦略的にコロナに取り組めていたのかっていうと、あまりにも場当たり的であり、トップダウンの悪い面が出てしまい、そして戦術的にも悪い手をあちこちで打っているということだと思います。でも、まあ、過去と他人は変えられない、自分と未来は変えられるという厳然たる事実をもってすれば、過去の、ね、検証をしてそこから教訓を得るにしても変えられないわけですから、ここからどうするのか、じゃあ、昨日までさっきまでのことは置いといて、今どういう出口戦略を描くべきなのかというところが問題だと思うんですね。で、
大阪府で言いますと吉村知事が大阪なりのその出口戦略を考えようということで動いています。7月に入ってこの後出てくるんだと思います。さまざまな意見があって、専門家的な知見であったりとか、現場の声があったりするので、それは紛糾するところもあるんだとは思うんですけれど、しかしまあ知事というリーダーがリーダーシップを取って出口戦略を考えるべきなんだということについては、僕は大きく拍手を送りたいと思います。それは維新を支持するしないとかっていつも言っているそういう問題ではなく、ぜぜひひとしてですね、でただ一方でそのまさにその戦術的なところのことで言うと、自治体ごとの濃淡もあり状況も違う中でですね、手を打てるかとは思うんですが、やはりその出口戦略ということで言うと、戦略的なことは国単位の話だと思うんですね。国単位でどう動かして、そして冒頭言いました、いかに損失を少なくしてこの戦いを終わらせるのか、それがまさに出口戦略ですので、もう被害は人の命ももちろんですし、経済的にもさまざまな社会制度の中にも歪みは出ていますし、国家財政も、税収は増えたようですけれども、支出の方が大きく突出しているというようなことから疲弊をしているわけですよね。それに対して国としてどういう出口戦略を描くのかだと思うんですよ。で、東京オリンピック開催に向かってのまさに出口戦略のない中で、むちゃくちゃな手を打って、それを正当化する理屈をつけて突き進んでいるなんてことはもう論外なんですけれど、改めて思うのは、やはり力を持っている人たちが「えいや」ってやってしまっていることの、何か個別具体的なことについて、クレームがついたりするのに耳を塞ぎ、そして何を言っとんねんとかっていう、まさにもう麻生さんの言うようなですねこと、で、跳ねのけた中で進んでいる出口戦略、本当はそういう力を持った人たちがその英知を結集して、その力をうまく使って戦略を練る方に、そりゃ全てが成功するわけではどんな戦においてでもないようにですね、なんですけれど、改めてコロナにおける日本の国としての出口戦略っていうのは何なんですかと、その体制、今作る体制にもなってないんじゃないですかということを今ここで指摘をしておきたいなと思います。東京オリンピックも行われてしまいます。つまり悪い状況というのは今後入ってくるわけですね。その対応へももう含めた日本のコロナ対策の出口戦略を求めたいです。今日のコラムでした。どうぞチャンネル登録をお願いいたします。